Hey guys, I'm Jin, どうもヨジンです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、本日もですね、こちら、エジさんの商品ですね。はい、タイトルにもあるんですけれども、店舗まで行って買ってきた、こいつですね。はい。またハッピーですね。はい。結局ね、ちょっと白も欲しいなと思って、紺色がね、良かったんで、白も欲しいなと思って、店舗まで買いに行ってきました。まあね、ちょっと、せっかくね、大阪に住んでるんで、この、裏技というか、裏技でもないですけど、表技ですけどね、あれ、ネットでね、なくなったものも、店舗に行ったら手に入るっていうのを、はい、駆使させてもらって、こちら購入させてもらいました。で、これね、お店が始まってすぐに、電話させてもらって、店舗の方で、ハッピーのね、取り扱いありますかっていうふうに聞いて、そしたらありますよって話だったんですけど、いつもだったらね、取り置きをしてもらえるんですよ。で、取り置きしてもらえるんですけど、ちょっとね、これに関しては、多分まあ人気商品だったから、超人気商品だったからかもしれないですけど、ちょっと取り置きができないっていうことで、直接お店に来てくださいっていうことで、はい。で、マジかと思って、僕ね、取り置きできるもんだと思ってたんで、じゃあちょっと急いで今から行きますって言って、はい、すぐ行ってきて。お店が1時オープンなんですけど、もう2時ぐらいにつけるように、はい、頑張ってちょっと行ってきたら、まあ全然余裕で購入することができました。3食とも置いてましたね。はい。なので、まあまあ、そんなすぐにはなくならないかなっていう感じですかね。まあもしね、お店の方で余りが出たらネットの方でまた補充されたりとか、ね、するかもしれないんで、ちょっとね、それも、まあ、余ったらなんで期待しすぎるとあれですけど、まあもしそうなった時はね、頑張ってゲットしてもらえたらなと思います。はい。で、ちょっとね、そう、お店の方に、僕がね、面識のあるスタッフさんとかがいたら、もうお店でね、来させてもらってそこで撮らせてもらおうかなと思ってたんですけど、二人スタッフさんがいらっしゃって、お二人ともちょっと僕の、知らない方だったんで、ちょっとね、知らない人の前でちょっと着替えたりして、撮影したりするのちょっと恥ずかしいなと思って、ちょっと撮れなかったんですよ。はい。なのでちょっとね、今もう家帰ってきて家でちょっと撮ろうかなと思って、はい、撮っております。一応ね、店内の雰囲気が、前から変わってたので、ちょっとね、軽く撮らせてもらったので、その様子だけね、ちょっと今からちょっと、流したいと思いますので、ご覧ください。はい、こんな感じでね、店内撮らせてもらいました。僕がいた時はね、品揃え、こんな感じになっておりました。このね、ボクサーとかは、まあ、ちょっとね、可愛いなと思ったんですけど、購入はしてないものですね。まあね、こうやって手に取るとちょっと欲しいなって思っちゃったりするんですよね。はい。で、こちらトランクスですね。こちらもね、僕購入しなかったんですけど、これもね、人気で結構売り切れたりしてましたね。まあね、こう見ると可愛いんですけど、あんまりね、やっぱ僕トランクスって履かないんで、まあそういう結局ちょっとね、見送っちゃったっていう感じですね。はい。で、このね、ハーネスなんですけど、これね、まあちょっと気にはなったんですけど、まあ僕の体型でつけてもどうなんかなっていうのもあって、はい、結局ハーネスも買ってないですね。で、こちらがハッピーのブラックとイエローのお色のものですね。これもね、可愛いですよね。まあこれもいいなと思ったんですけど、まあ、結局白だけの購入になりました。まあどちらにせよね、店舗内でも1枚までっていう風に、ちょっと制限がかかっていたので、まあ買えなかったっていう感じですね。はい。で、こちらがハーフパンツですね。こちらもね、今回、白だけ買わせていただきました。またね、後で紹介させていただくので、そちらもご覧いただけたらと思います。このね、黒もね、使い勝手良さそうで良かったんですけど、とりあえず今回はね、白だけ購入させてもらいました。で、あ、このね、バックストラップビキニ。これもね、ちょっとね、まあ、このカラー可愛いなと思って、ちょっと気にはなってるんですけど、結局買ってなくて、まあ、まだこの先ね、もうちょっと欲しくなったタイミングで、まあ、その時在庫残ってたら買おうかなっていう。まあ、こっちもね、ボクサーの方も、可愛いっちゃ可愛いんですけどね、まあ、買ってないって感じですね。で、こちらスプラッシュの、スーパーローライズボクサーなんですけれども、こちらは、もうネットでね、注文してるので、また届き次第紹介したいと思います。はい、で、こちらがね、前回の動画で聞いてた、ネオンですね。めちゃくちゃかっこいいですね。こう、テンポね、全体こういう風な感じだって、こう、パンしてって、ここにドーンとロゴが来てるっていう、めちゃくちゃかっこいいですね。また今度ね、ここで写真撮らせてもらいたいなと思います。
はい、ということでね、お店の様子を、撮影させてもらいました。まあちょっとね、せっかくネオンとかできて写真撮ったりとかね、したかったんですけど、なんかあんまり一人で撮るのもあれやなと思って、知ってるスタッフさんがね、いる時とかに、一緒に撮らせてもらえたかなっていう感じで、はい。まあどうせまたね、なんかその、入手しそびれたりとかした時とかに、あとまあなんかね、催し物とかされてる時とかに、店舗の方にはね、行かせてもらいたいなと思ってるので、まあその時に、タイミング外は撮らせてもらえたらなっていう感じですね。はい。じゃあ早速ね、ちょっと、開封していきましょうか。で、買ったのこれだけじゃなくて、ちょっと数点買いました。どうしよっかな。ちょっととりあえず並べましょうか。はい。ということで、こちら、ハッピーと、短パンと、水引きを、違うカラー2つ、何色だったかな？水色？青？だったっけ？何色かちょっと、色名は忘れたんですけど、水色っぽい色ですね。水色と、紺色。はい。ネットでもね、紺が一番最初に多分売り切れて、で、水色もね、もうネットでは、在庫なくなってたんですよ。はい。まあ僕、このね、水色も綺麗やなと思ってて、ちょっと買おうか悩んでたんですけど、なんかね、そうやって売り切れて人気って聞くと、さらに欲しくなるみたいな感じで、結局ね、欲しくなって買っちゃいましたね。あと、赤と、ネズミ色、灰色は、在庫、ネットにもあって、店舗にもまあもちろん置いてあったんですけど、まあまあ、やっぱこの青系が綺麗やなと思って、この2つを買いました。まあ、このね、ハッピーにも合いそうなカラーだったんで、この2つ。いいなと思って買ったのと、あと短パンですね。これまあちょっと回復するときにまた言いましょうか。じゃあまずこちらね、ハッピーから開けていきましょうか。まあちょっと細かいことはね、もうこの間一本目動画これ上げてるので、そちらねちょっとご覧いただけたらなっていう感じなんですけど。めっちゃ開けづらい。やっぱシゴも可愛いなと思いました。ね、またあれや。そう、ここに置いても見えへんっていう話ですね。よいしょ。はい。こんな感じですね。やっぱ白も可愛いですね。まあ、いろんな、ふんどしとかに合わせやすそうなカラーで。やっぱいいなって思いますね。はい。じゃあ、とりあえずちょっとね全部合わせていきたいんで、他のも、開けていきたいと思います。はい、続きましてこちら、ハーフパンツですね。E クラシック4ウェイショーツって書いてますね。はい、はい、こんな感じですね。後ろにもね、ちっちゃくエッジって入ってますね。はい。まあ、ここにいつものエッジのマークとって感じですね。これは、シルクプリントなのかな？ちょっと光沢があるような感じですね。はい。でね、こちらのハーフパンツなんですけど、ちょっとね、サイトの写真見てる感じだと、なんかね、丈が結構長めな感じの印象を受けてて、ちょっとね、僕やっぱ短めの方が好きなんで、どうかなと思ってたんですけど、こう実際に店舗の方に置いてるやつを見たら、あ、結構なんか、丈感良さそうやなと思って、で、試着させてもらったんですよ。そしたら、すごく、こう理想的というか、いいなっていう感じだったので、はい。もともと買うつもりなかったんですけど、これ購入させてもらいました。で、これ S サイズなんですけど、ネットだとね、もう S サイズ売り切れてて、店舗にしかね、なかったんで、まあ、それもあって、あ、もうじゃあもうあるんやったら買っとこうかなっていうので、はい、買わせてもらいました。履いてみたらね、すごいね、形可愛かったんですよ。ネットのモデルさんが結構、かなりこう筋肉質でごつい方なんで、で、なんですけど、身長がね、ちょうどね、僕と一緒ぐらいで168センチぐらいだったのかな、の方がいつもモデルさんされてるんですけど、なんですけど、多分、体重がね、80キロとか多分そんな感じで、めちゃくちゃマッチョなんですよね。なので、多分、ウエストとか的に、丈感で言うとね、多分 S サイズとかの方がいいと思うんですけど、そのウエストとかの関係で L とか測れてるんだと思うんですよ。そうなると、丈とかもね、長くなっちゃうんで、ちょっとね、僕がイメージしてる感じの、シルエットにはならなくて、
ちょっとね、もっさりした感じに見えちゃったんですよね。なんですけど、あの結構ね、まあ、あの、これ見てもらった感じもわかると思うんですけど、あの、結構スマートというか、割と地上丈な感じですね。はい。で、あの、ネットのね、写真見ると、これと、あの、ハッピーとね、合わせて履かれてたんですよ。ちょうどあの、この白のね、パンツが、ハンダコ。昔ながらのあの、日本の伝統的なハンダコっていうハーフパンツみたいな感じのね、やつに、まぁ、ちょっと雰囲気、あの、合わせるとそういう感じに、雰囲気似てる感じになるっていうので、これに合わせて履かれてたんですけど、あ、まぁ、それも可愛いなと思って、ちょっとその組み合わせでね、僕も履いてみたいなと思って、はい。まぁ、普通に普段履きもしたいなっていうので、買いました。はい。っていうのが、このハーフパンツですね。じゃあ、残り、ちょっとふんどし2枚開けていきたいと思います。はい。まずこちら、水引きの、紺色ですね。うん。やっぱなんかね、こうシックな感じでいいですね。こう、カモもしっかり生えてて。はい。いいですね。うん。まぁ、ちょっとね、白だとあんまりにもこう、ね、股間が強調されて苦手だなーっていう方は、この紺色いいんじゃないかなと思いますね。うん。紺色のね、ハッピーと合わせてあげても、可愛いんじゃないかなって思いますね。こいつね、はい。これとこの、紺色同士で。うん。可愛いっぽいですね。はい。まあ、このね、白と紺もいいなと思ったんですよ。柄がね、紺色で入ってるから、このね、紺色に、このコンコンでね、これもなんか可愛いっぽいですよね。はい、よいしょ。ということで、紺色でした。はい。じゃあ次水色開けていきます。はい。じゃあ続きまして水色ですね。はい。綺麗に置くんだ、難しいな。どうしてもね、ねじれちゃいますね。はい。うん、ちょっとどう置いたらいいかわからないですけど。はい。水色こんな感じですね。うん。すごい綺麗な水色ですね。うん。やっぱね、明るい色なんで、ちょっと下の、肌が透けやすいかな。若干透ける感じはあるかなって感じなんですけど。まあ、白とかよりは全然、マシかなっていう感じですね。はい。うん、いいですね。これもまあ、全然、合うんじゃないかな、と、思います。うん、可愛いですよね。まあ、このね、ハッピー自体にはこの薄い青って入ってないんですけど、まあ、青系の色で統一みたいな感じで、グラデーションみたいになって、可愛いなっていう感じですね。コンもいいんじゃないかな。まあそういう意味で言うとね、今回出た、まあ、5色全部、まあ別に合うっちゃ合うんかなっていう。ああ、まあこの組み合わせも可愛いっぽいですね。うん。ちょっと後でね、どっちも、せっかくなんで合わせてみたいと思います。はい。じゃあ、ちょっと全部、ハーパンとかも合わせて、4つ、はい、履いていきたいと。あ、4つじゃない。あ、4つか。はい、今日買った4つと、前の、紺色とね、合わせてちょっといろいろ組み合わせながら履いていきたいと思います。はい。まず普通にね、ちょっと上もね、エッジさんの T シャツなんですけど、ハーパンだけ履いてみました。ね、ちょっと丈感良くないですか？結構。まあ、割と短めというか。なんかね、モデルさんが履いてるの見ると、もうちょっとここぐらいな感じになってるイメージで、ちょっとね、普通のハーパンっていうか、普通のハーパンって言うと、なんて言ったらいいかな。なんかこういう、まあ、ちっちゃい作りになってるようなハーパンっていうよりは、なんか、うん、そう、なんかちょっとね、もっさりした感じに見えたんですけど、全然そんなことなくて。はい。僕だから身長168センチで、今体重64とか3、4ぐらいなんかなと思うんですけど、で、着るとこんな感じですね。だけ。うん。結構短めですね。なんですけど、まあ上はちょっとね、オーバーサイズ目のシャツとかで合わせてあげるといいんじゃないかなと思います。これも僕今 XL のシャツなのかな？うん。じゃあ、ちょっとハッピーを着ていきます。はい。これね、サイトの
モデルさんと同じような感じの上下のセットアップになりますね。まあ、可愛いっすね。やっぱこうやって履くと。うん。やっぱ下ね、このパンツが、半ダコっぽい感じになって。うん、後ろから見たらね、ほんまになんか、うん、半ダコみたいな感じに見えなくもないっすね。ああ、可愛いっすね。なんかこれで祭りとか全然いけそうな感じもしますね。うん。あ、いいじゃないですか。かわいいかわいい。はい。じゃあ、あ、どうしようかな。せっかくし、これで上、ちょっと、あれっすね。あ、どっちがいいんかな。さっき下、ふんどしとかをいろいろパッパッと履いていこうかな。で、もう一回紺色で全部、着ていくみたいな感じで、ちょっとやってみましょうか。はい。じゃあ、ちょっといろいろ履いていきます。はい。まずは、白、白の組み合わせですね。白は前回買ってたやつですね。はい。まあまあ、白で統一もやっぱいいですね。うん。まあ、王道というか。あ、まあ、これもいいっすね。うん。まあ、一番何気にやっぱエロいのかなっていう感じですね。うん。オーセンティックな感じがしていいっすね。はい。じゃあ次のカラー開きます。はい。続きまして、こちら、紺色と合わせてみました。うん。やっぱね、この色合い的に合ってるんでね、いいですね。すごく。うん。いい組み合わせですね。まあ、やっぱりね、上がこうね、白なんで、まあ、下は暗い色の方が締まるっちゃ締まるのかなっていう感じですね。うん。さっきのね、白も良かったんですけど、こっちも落ち着いた雰囲気でいいなっていう感じですね。うん。この組み合わせもいいと思います。はい。じゃあ、次のから開きます。はい、最後はこちら、水色ですね。うん。やっぱいいっすね。すごい。全然、いい感じに合ってるんじゃないかなと思いますね。うん。すごい綺麗な、なんか水色ですね。なんかね、僕は、青系の色好きなんで、やっぱいいなと思いますね。うん。はい。ということで、とりあえずね、この白に合わせて、4つ、パンツと合わせてね、履いていきました。じゃあちょっと、また、今日も、紺色も着て、それに合わせていろいろ履いていきたいと思います。はい。紺色と、またね、ハーパンと合わせてみました。やっぱいいっすね。うん。これもすごい祭りっぽいっすね。ジンベとかみたいな感じでね、なんかそういう雰囲気で着てたら全然違和感なく着れて、まあでもなんか、あれか。コスプレ感は否めないっちゃ否めないですけど。まあでも、いいんじゃないですか。まあね、最近祭りとかもね、そんなないんで、着る機会あれだと思うんですけど、祭りとかあったらね、花火大会みたいなのとか、全然、着てもいいんじゃないかなって思う感じですね。はい。じゃあ、またふんどしと合わせていきます。はい。じゃあ、まず水色ですね。うん。あ、やっぱいいですね。紺と水色って、まあ、同じね、青系の色になるので。やっぱ合いますね。うん。綺麗な組み合わせなので。かなと思います。はい。じゃあ、次のから履きます。はい。ラストは、紺と紺の組み合わせですね。やっぱいいっすね。締まりますね、全体的に。あ、かっこいいな、やっぱ。全部紺にすると。あ、これもいいっすね。なるほど。いや、紺色買ってよかったっすね。なるほど。いや、めちゃくちゃいいと思います。はい。まあね、結局、どこで着るんかっていう、その用途はわからないんですけど、はい。まあでもね、なんかこう、今着れただけでも満足っちゃ満足やしっていう感じですね。いつ着ようかな、タイミングあるかな、俺着るタイミング。まあなんか、ね、ふんどしバーとかそういうとこ行くときとかに着てもいいかなっていう感じですかね。はい。じゃあ、最後、ちょっともうちょっと、せっかくなんでね、白の服に戻して最後ラスト撮りたいと思います。はい。ということで、本日はですね、追加で購入したこちら、白のハッピーと、こちら、水色のふんどしと、紺色のふんどしですね。はい。こちら、あとハーパンですね。はい。こちらを、ご紹介させていただきました。まあ、全部、すごく満足なアイテムでしたね。ちょっといつ使うんかっていう話はあるんですけど、まあ、ハーパンはね、全然普段履きにできそうなんですけど、はい、こういうのとかはね、うん、いつ使うんかっていう感じはあるんですけど、まあまあ、いつか出番があったらいいなっていう感じですかね。はい。
で、もうね、これね、売り切れちゃって入手困難なんですけど、まあ、こんだけ人気あったら再販とかね、再生産あるんかなと思うんですけど、まあそこはちょっとわからないです。僕の予想だと、まあ再生産されるんじゃないかなと思うんですけど、あくまでも予想なの、わからないですね。はい、激レアアイテムになる可能性もあるんで、ちょっと、はい。まあもし次ね、再販あったら、頑張って購入していただけたらなと。はい、6時に待機してもらって、もう、即ポチできるように。はい。頑張ってちょっと入手してみてください。はい。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye.